初期のドングル DRM アンドロイドブートローダーのアンロック画面ハードウェア DRM は、ハードウェアによる、ハードウェアソフトウェアコンテンツに対する DRM 及び、コピーガードを指す技術の総称である。ハードウェア DRM は、電子部品にソフトウェア及びコンテンツの利用を管理する、機構を設けて、その管理部で、ハードウェア上で動作するソフトウェアの動作を制御する、ことで実現されている。 講義の表現で物理的な電子部品による制御のほか、OS より階層のファームウェア、OS 起動前のブートローダーによる制御も含む。ハードウェアによる DRM は物理的な電子部品の接合、分離を伴うドングルやハードウェア更新、ファームウェアやブートローダーによるハードウェア DRM セキュアブートなど様々な手法が確立されている。一般的な DRM との違いは、 オペレーティングシステムを含むソフトウェア層より仮想のファームウェアハードウェアで DRM を実現する点である。ドングルはソフトウェア及びコンテンツのコピープロテクトのためにコンピュータの入出力ポートに接続する小さなデバイスである。ドングルが接続し、ドングルの検証処理が正常に動作している場合はソフトウェアは正しく起動、動作するがドングルが切断。 処理中断した場合はソフトウェアは動作を停止する。ドングルを用いたコピープロテクトではソフトウェアやコンテンツのデータ自体はコピーフリーな状態にあるがソフトウェアやコンテンツを利用にはドングルが必要であり実質的にコピープロテクトな状態にある。ドングルの検証処理は基本的にはユーザーが書き換えることは想定されていないが ドングルの検証処理部をカスタマイズすること前提にしたドングル製品も存在する。ハードウェア更新は更新可能なプロセッサを機能が制限した状態で販売し、後から機能制限を解除する。インテルの一部のプロセッサは機能が抑制された状態で販売され、追加料金を支払ってアンドックコードを入力することでフルスペックの機能が利用できるようになる。 IBM のメインフレームであるシステム370は拡張ハードウェアを持ち顧客が追加料金を支払うとカスタマーエンジニアを派遣してマシンのレジスタを切り離すことでハードウェア機能を有効にする。ハードウェア DRM はハードウェア層でソフトウェアコンテンツの著作権を管理し適切な権利のもとに利用許諾する。Intel Insider は Intel のチップセット層で デジタルコンテンツの保護機能を提供し、許諾のない高画素動画のストリーミング再生ができないように動作する。Apple デバイスのファームウェアは Apple アが承認して、App Store から配信されたアプリケーションのみの実行を許諾する。アプリケーションは Apple 署名、開発者署名、デバイスユットにより保護され、アプリケーションデータを複製してもファームウェアの検証により、他デバイスでは インストール、実行は抑制される。Android デバイスでもアプリケーション署名はあるが、こちらはソフトウェア層の DRM である。セキュアブートは、ブートローダーがオペレーティングシステムもしくは二次ブートローダーを起動する。際に、ブートローダーが起動対象のソフトウェアの電子署名やチェックサムを評価することで、ソフトウェアの正当性を確認するアーキテクチャである。UEFI セキュアブートは、 代表的なセキュアブートの仕組みの一つである。OS ベンダーの秘密鍵で電子署名がなされ、署名検証が成功した場合に限りブート処理を継続する。署名検証が失敗した場合には、ブート処理を停止してエラー画面等を利用者に表示する。Windows マークのついた Microsoft 公認マシンのブートローダーは、Microsoft のセキュアブート電子署名に対応しており、 ブートローダーから起動するオペレーティングシステムである Windows 8L OpenSe, Ubuntu などはセキュアブート電子署名が付与されている。Android v e r i f i d Boot は Android デバイスにおけるセキュアブートの仕組みである。Android Boot ローダーは v e r i f i d Boot のブート処理シーケンスで電子署名鍵を用いてブート及びリカバリーパーティションの正当性を評価する。v e r i f i d Boot は デバイスはロック状態にあるか、電子署名鍵に対してパーティションは正当か、電子署名鍵は正当な OEM キーであるかの3点を評価する。評価結果が不正である場合、ブート処理を停止し電源を落とす、警告画面を表示するなどのエラー処理を実行する。ソラリスベラファイドブートはソラリスマシンにおけるセキュアブートの仕組みである。ベラファイドブートはソラリスの起動の前、 スパークオパンブートによってソラリスのカーネルモジュールをロードする前にモジュールの障害、改ざんを検知する。モジュールの正当性が疑われる場合、モジュールのロードを取りやめる、警告ログを出力するなどのエラー処理を実行する。TPM トラステッドブートはトラステッドプラットフォームモジュールの機能を用いた物理、仮想プラットフォームでのセキュアブートの仕組みである。 トラステッドプラットフォームモジュールはそのあり方から演算処理そのものがトンプソンハックなどのクラッキングを受ける可能性が低くブートローダーが起動対象のソフトウェアを検証するツールとして有効である正規、非正規の手法を用いてハードウェア DRM の管理機能をアンロックするハッキング手法がある インテルや IBM のプロセッサによるハードウェア DRM はコンシューマーが追加料金を支払うことで機能がアンロックされる正規のハッキング手法である。アンドロイドデバイスはブートローダーのアンロックを無償で許可しているもの、有償で許可しているもの、公式には許可していないものがある。公式には許可されていないデバイスのアンロックは非正規のアンロック手法である。いずれの場合でも アンロックした時点でデバイスはカスタマーサポートの契約の範囲外となり自己責任においてデバイスを利用することになる。ジェールブレイクは非合法のファームウェアを書き換えてハードウェア DRM をハッキングする手法である。主に Apple デバイスのファームウェアのハッキングに対して用いられておりアップストアでは配信されていないアプリケーションのインストールや Apple がサポートを停止している古い オペレーティングシステムバージョンへのダウングレードなどを実現する。ジェールブレイクしたデバイスで利用するツールとしてシディアなどがある。ハードウェア DRM はハードウェア制約制限として批判される立場にある。これはフリーソフトウェア運動の一環においてデジタル著作権管理がデジタル制約管理としてディフェクティブバイデザインと批判されるのと同様の立場である。ティボ社が ティボブランドのハードディスクレコーダーに GNU、GPL GN のソフトウェアを利用していたにもかかわらず、ハードウェア DRM により、ハードディスクレコーダー上で動作するソフトウェアを制限していたことに対して、フリーソフトウェア財団のリチャード・ストールマンは、ティボかという用語をもって強く批判した。Windows マークのマシンにおけるセキュアブートは、マイクロソフトコーニーのオペレーティングシステム以外を、 インストールすることを抑制するベンダーロックインを促進しており、Linux などのサードパーティー OS のインストールができなくなると、レッドハットの開発者、マシューギャレット及びフリーソフトウェア財団のジョシュアゲイにより懸念が表明されている。ありがとうございます。